元巨人コーチの大久保博元氏がいつか、TBS 系ゴゴスマにリモート生出演し、ドジャース大谷翔平投手が4日のエンゼルス戦前に投球練習したことについて解説した。右肘手術からのリハビリ後、ブルペンで投げるのは2度目で、最多の15球を投げた。球速は約 141.6 から 144.8 キロだった。捕手出身の大久保氏は、通常のキャッチボールとブルペンに入っての投球の違いについて、傾斜があって、キャッチャーが下にしゃがんで、上から投げ下ろすのって、一番怪我をするんです。その中で15球投げ切って144キロ出したってことは、先天ですね。9月の時点で一軍選手がリハビリを始める。だったらば、来年の開幕には十分間に合う期間なので。と評価した。来年はできるつもりでやっているに違いありません。毎日19ずつ増やしていってだんだん肩を鳴らしていけばいいと思う。デイブが言うように、最初に段差があるマウンドに立つとすごく高く感じて、体重が前に乗るので、体に緊張感が走るんですよね。個人的にはドジャース投手不足の中で、ポストシーズン終盤には翔平は姿を出すのではと感じています。デイブは巨人よりで金を食らっているので YouTube ではほどほどにね。東京ドームでのカブスとの開幕シリーズでの復活マウンドも期待される？多分、来年の東京ドームの開幕投手だと思うよ。それに向けて逆算してそう。リハビリで軽く投げて90マイル。来年投手として復活するのも楽しみだけど、肘のサポーター外したら可動域が広がってさらに打ちまくるんだろうな。来年、満を持して完全復活してほしい。本人は限界まで二刀流を続けるんだろうな。来年は投手として日本人初のサイヤング賞、最優秀防御率、投手として MVP を期待できる。打者でこれほどの実績を築いたが、チーム事情としては投手の駒が足りない。二刀流復活だね。怪我にはくれぐれも気をつけて、